2人はどういうつながり、はい、どういう関係？もともと高校の時の友人でして、うんはい、今でも年に1回とかは集まるんですけども、そういうつながりでございます。いいね、高校の友達今も続いてるっていう、うん、そうね、この先、まあ、ずっとだから同じ友人関係になるんだろうな、うん、でその渡辺ちゃん、堀江ちゃんが言ってんだよね。あ、そうです。アルファベットを作れる。どういうことなの？どういうことなの？これ何言ってんの？実は彼が顔面でアルファベットを作れるんですけども、作れる、まああるアルファベットっていうのが J なんですけども、これがすごくですね、見つけた時にこれ急品だなと思いまして。想像がつかない。いやちょっと分かんないけどね、パッと聞いただけじゃ。ちょっとじゃあいい見せてもらって、渡辺ちゃん口元のところに浮かばせますんで。あ、口元？あー、すげえ J だ J だ。うわ、すげえすごいじゃん。すごいよこれは。そう、ほうれい線全部つながって顎まで。しかも目のここのシワがさ、横棒にも見えてあ、そうなんです。あー、本当だ。すごい J じゃんJ だな。 J リーグの J より J だよね、なんかJ 感はあるよね。超えましたから J リーグのロゴ、それでもいいかもな今後。他のアルファベットできるの？一応N と Z 以外でなら。以外なら。嘘でしょ。いや B とかそれできない。 Q とかできない。だってそれは Q もできない。できんの？はい。ああ、 Q シワじゃないじゃん。そのパターンもあんのね。あ、そう、顔面って言ってるからね。顔面でだ。そうですそうですそうです。シワじゃないよね。そうかそうか。A はできんの？ A は A の難しそうじゃない。ああ、 A だわ。すごいな。 A だわ。あー、でもやっぱ J がすごいな。 S は S。 うん。あ、 S。 あー、 S じゃん。あー、でもやっぱそれだけあって、やっぱ J がすごいね。 J の威力。ありがとうございます。できるのかな。なんで J をもうぜひ皆さんもここつなげれば J になるので、ちょっと J をやっていただきたい。教わったらできるのかな。はい。もう一回見せてちょっと。口を左に上げながら、あ、J だな。あ、口をちょっと開ける。開けんだ。ここやっぱ顎とここのラインがいかにこうつなげれるかがちょっと才能が。大体繋がらないんです。そうですよね。あれ中林さん、あれすごい。顎の方がもうちょっとね、これそこの一本が繋げれたら、まあそうなんですよね。かなりでもいいですね。かなりいいですね。もうちょっとですかね。お、じゃあここくるんが出ないわ。そうですね。もう一回やってみて。なんでくるんってなんの？顎か。いや、顎がすごいや。ああ、だからもう顎だいぶ引いてんだね。だいぶ引けば、顎引けばいけるんじゃないの？グッと。ああ、いいぞいいぞいいぞ。お、なんかつながる。耳をもうちょっと、なんか口かな。ちょっと渡辺ちゃん、アドバイスちょうだい。もっとこう寄せながら返す。惜しい惜しい。ここは無理だな、限界だな。ここがくっつかない。やってみ、かすがちょっと。どうだ、こうだよね。なんか口を一回最初に寄せなきゃいけない。無理だよ。寄せて絶対できない。無理。反時計回りに首を引く。無理。才能ないわ。無理だし、顔も面白くないし。もう最悪だこれ。違いますね。くそー。いや、できない。ちょっと私は無理だわ。阿部君はどう？でもこれこっちに寄せていけそうじゃない？阿部ちゃん、顎引くな。顎がだから惜しいな。やっぱ若いからほうれい線が足りてないね。なるほど。痛いですねこれ。いや、そうよ。あんまりやりすぎるとなんかできるあれないかな。でも春日のおでこの三本じわをさ、一番こうギュッとさせたらなんかになんないの？ああ、確かに。でこれさ、なんかさ T なんかさ、こういう感じあるよね。なんかね、郵便局のね地図記号にな日本で確かにね。でもそれちょっと多いよなちょっと多いけど郵便局の地図記郵便局の地図記号に眉間にしわ寄せるとそうそうその中で三本茶にしてたらあいいじゃん郵便局のあちょっと一発ギャグとかでいけんじゃないのこれそこのシワになんか投函したら届くのかないやいやありがとう新たな発見ちょっと流派が違ったけど1個ねネタもらったようなもんだよね。